私は日本共産党を代表して重要経済安保情報法案すなわち秘密保護法拡大法案について質問をいたします。本法案は10年前政府が多くの国民の反対を押し切って強行した秘密保護法を拡大するものです。秘密保護法は国民には何が秘密かも知らされないまま政府が勝手に秘密を指定し秘密に触れれば拘禁刑という厳罰を科す期待の悪法です。秘密保護法は秘密の範囲を防衛、外交、スパイ活動、テロ活動の4分野としていました。今回の法案は秘密の範囲をさらに医療や食料分野なども含む経済分野のあらゆる情報に拡大し政府の一存で秘密指定を可能とするものです。これによって秘密を扱う人は民間の労働者、技術者、研究者など飛躍的に広がります。まさに秘密保護体制を際限なく拡大しようというものではありませんか。重大なのは岸田総理が新制度が我が国の既存の情報保全制度とシームレスに運用されるよう特定秘密保護法の運用基準の見直しの検討を含め必要な措置を講じることを指示したことです。これは法改定せずに運用見直しで秘密保護法そのものの適用を拡大しようというものではありませんか。看過できない大問題であります。まず労働者技術者に対する身辺調査の問題です。秘密を扱う人に対するセキュリティクリアランス適正評価について法案は本人の政治的思想や精神疾患などの病歴借金などの信用情報などを調査項目と規定しています。これは機微な個人情報を根こそぎ調べ上げる秘密方法と全く同じではありませんか。適正評価は本人の同意が前提という建前ですが労働者は調査を拒否すれば不利益を受ける恐れがあり事実上の強制ではありませんか。さらに家族や同居人の国籍なども家族本人の同意なく調査されるのです。しかも収集された大量の機微な個人情報は削除のルールすらなく政府に溜まり続けていくことになります。一度でも秘密に触れた人は生涯監視され続けることになるのではありませんか。秘密の漏洩だけでなく未遂、過失、さらに共謀、教唆、扇動まで処罰の対象としているために監視対象は本人だけでなく家族、知人、友人、同僚などにまで及びます。思想、良心の自由、プライバシー権を踏みにじる憲法違反そのものではありませんか。次に国民の知る権利の問題です。取材などで秘密を取得する行為も処罰対象となります。正当な取材は除外されると言いますが捜査機関が必要と判断するなら逮捕・拘留で身柄を拘束し密室での取り調べも捜索・差し押さえも行えるのではありませんか。報道の自由の侵害は明らかではありませんか。しかも秘密指定された情報は国民の代表である国会議員にすら明らかにされないのであります。断じて許されません。さらに経済分野への秘密指定の拡大は本来あるべき研究成果の自由な公開やオープンな研究環境を制限し学問の自由を侵害するものではありませんか。総理、一体なぜ秘密保護法を経済分野にまで広げようというのですか。岸田政権は安保三文書で装備品の共同開発・生産・装備・技術協力を一層強化するために日米間の情報共有を促進する情報保全を強化すると宣言をしています。総理はセキュリティクリアランスは同盟国・同志国との円滑な協力のために重要と発言しました。この下で実際に米国との極超音速兵器を迎撃する滑走段階迎撃用誘導弾 GPI の共同開発を決定しイギリス・イタリアと
次期戦闘機の共同開発も進めています。これらの共同開発のためにセキュリティクリアランス制度を必要としたのではありませんか。米国政府はかねてより米国内と同等の包括的な秘密保護法制を日本に要求してきました。米国基準の3段階のうちトップシークレット、シークレットについては秘密保護法で対応し、コンフィデンシャル級については今回の法案で対応するというものではありませんか。日本の財界は政府設置の有識者会議の中で、相手国の国防省関係のビジネスは増加傾向であり、さらなる業務獲得、円滑化のためにはクリアランスが必要と述べています。軍事分野で企業の儲けを確保するために法案が必要だということではありませんか。米国と財界の要求に応えて、日米軍事一体化を推し進め、デュアルユースも含む武器輸出を進め、日本を死の承認国家にしようというのが法案の正体ではありませんか。最後に大川原加工機事件です。経済安保の名のもとに長期拘留された相島さんが亡くなるなど、人権蹂躙の違法捜査が行われました。あの冤罪事件を政府はどのように反省をしているのですか。4年前、経済安保を推進する中で政府がでっち上げた事件であります。経済分野全般への秘密保護体制の拡大がさらに同じような事件を引き起こすのは明白ではありませんか。基本的人権、国民主権、平和主義という日本国憲法の基本原理を根底から覆す秘密保護法の拡大は断じて許されません。徹底審議で廃案にすることを求めて質問を終わります。内閣総理大臣岸田文雄君。塩川哲也議員のご質問にお答えいたします。特定秘密保護法の運用見直し等についてお尋ねがありました。特定秘密保護法の運用基準の見直し検討とは、経済安全保障に関する個々の重要情報について特定秘密に該当するかどうかを各行政機関が的確に判断できるよう、現行の運用基準についてより明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないかを検討するために実施することを言っております。今回特定秘密保護法の改正は行わないため、特定秘密の範囲が拡大することはありません。また本法案において、本法律案において保護の対象となる情報の要件は明確に規定しており、政府の一存で秘密指定を可能にするとの指摘は当たりません。本法律案において情報の提供を受けるのは行政機関と合意の上で契約を締結する事業者とその従業者のうち、情報を実際に取り扱う者に限定しており、秘密を扱う人が民間の労働者等に飛躍的に広がるという指摘も当たりません。適正評価に関するお尋ねがありました。本法案における適正評価については、具体的な7つの調査項目を法律上明記をしており、機微な個人情報を根こそぎ調べ上げるというご指摘は当たりません。また適正評価に同意しなかった事実の目的外利用は明確に禁止されており、適正評価に同意しなかったことにより不利益を受けることがないよう、配慮してまいります。また適正評価のために収集した個人情報については、
保存期間も含め、運用基準等で適切なルールを定めることを想定しており、生涯監視され続けることになるとの指摘は当たりません。適正評価制度は、国の重要情報にアクセスしようとするものについて、情報保全の観点から必要な確認を行うものであり、本人や家族等を監視する制度ではありませんし、思想・良心の自由やプライバシー権を侵害するというものでもありません。国民の知る権利、取材・報道の自由や学問の自由との関係についてお尋ねがありました。正当な取材行為が処罰対象とならないことは、本法案第21条第2項で明確化しており、処罰対象とならないことが明確である以上、捜査機関がそのような罪にならない行為を犯罪の嫌疑として逮捕や捜索、差し押さえ等をすることもできません。また本法案の第9条第1項第1号により、国会が定める重要経済安保情報の保護措置を前提としつつ、国会の秘密会に対して重要経済安保情報を提供することとしており、国会議員すら明らかにされないというご指摘も当たりません。さらに本法案は国が保有する情報の管理について定めるものであって、研究活動を含む民間の活動を規制するものではなく、学問の自由を侵害するとの指摘も当たりません。本法案の制定理由についてお尋ねがありました。本法案は経済安全保障の裾野が経済技術分野にも拡大する中、経済安全保障分野においても情報管理に万全を期す必要が高まってきている中で、経済安全保障上の重要な情報を管理し活用するためのルールを定めるものです。こうした政府としての情報保全の重要性や民間との情報共有の必要性も踏まえて本法案を策定したものであり、米国政府から要求されたから制度を整備するというものではありません。また本制度の対象は重要経済基盤、すなわち重要なインフラや重要物資のサプライチェーンの保護に関する情報であって、軍事分野を念頭に置いたものではありません。また武器輸出を進めるためのものでもありません。外国為替および外国貿易法違反について逮捕された事件についてお尋ねがありました。お尋ねの事件については現在国家賠償請求訴訟が継続中であるとのとあると承知していることから、私の立場から現時点で所感を申し述べることは差し控えますが、亡くなられた相談役に対しては心からご冥福をお祈り申し上げます。本件は外国為替および外国貿易法違反に関するものであり、今回の法案に直接関係するものではないと認識しておりますが、いずれにしても捜査が法と証拠に基づき緻密かつ適正に行われるべきこと、これは当然のことであり、捜査機関においては引き続き国民の信頼を裏切ることがないよう適正な職務執行に努めてもらいたいと考えております。